一方、ハウステンボスでは今日から国内最大規模のミッフィーイベントが始まりました。ハウステンボスの春が始まりました。今年の主役はこの子たちです。ドキドキとワクワクが詰まったハウステンボスの春スタート。ハウステンボスで始まった花の街ミッフィーセレブレーション。ヨーロッパの街並みに春の花々、かわいいミッフィーの世界観が満喫できます。去年に続き2回目の開催です。今年はミッフィーの友達メラニーが初めて登場します。幼稚園生の時から母がミッフィーが大好きで、もう一式全部ミッフィーのバッグだったりランチョンマットだったりお弁当箱を使ってました。夢のようですね。こう仕事でミッフィーに囲まれて帰りたくないです。メインイベントの一つ、毎日開催されるミッフィーグリーティングではミッフィー、メラニーと触れ合い写真を撮ることができます。こっち見えてくれてる。ほらほら見て。期間中、園内6カ所に限定のフォトスポットを設置するなど、園内のあちこちにミッフィーが登場。この期間だけのミッフィーとコラボした限定グルメやスイーツが楽しめます。ミッフィーが登場する国内唯一のパレード、ミッフィーセレブレーションパレードは春の聖火で彩られ、華やかな衣装に身を包んだキャストが賑やかに練り歩きます。大好きな家族と大好きなミッフィーに囲まれて幸せです。パレードなんかすごい豪華でした、うん、メラニーちゃんもいて可愛かったです。あ、そうです、そうですね。ミッフィーに囲まれて過ごす憧れの異世界。いや、一日あっという間でした。私、夏秋冬来てますが、毎回景色がガラリと変わっていて、春最高でした。見て楽しんで、食べて楽しんで、もう満足です。もう心ゆくまでミッフィーを感じました。ハウステンボスでは今日から長崎、佐賀、福岡の3県に住む人を対象に、大人1人につき小学生以下の子ども1人が無料となるキッズフリーワンデーパスポートを公式ホームページで販売しています。フォトスポットやメラニーちゃんとミッフィーのグリーティングだったり、こう体験していただけるところが多いというところが、今年の魅力でございます。どのエリアに行ってもミッフィーちゃん、メラニーちゃんであったりとか、あと世界観を満喫できるところがたくさんありますので、ぜひお子様から大人の方までお楽しみいただきたいと思います。ハウステンボスの花の街ミッフィーセレブレーションは6月30日までです。